はい、ラリードライバーの新井俊博です。レースドライバーの谷口信輝です。新井さん、はい、我々ね、はい、いろいろ、まあ、モータースポーツのフィールドで、はい、戦ってますけど、さすがに新井さんと僕は何も接点がないですよね。ないですね。前スーパーターキューの時ね、同じクラスで走っててツッコミが早すぎるよとで谷口に怒られたことあってそうか、その時はありましたね。ありましたね、はい。まあ、でも基本的には新井さんはダート、はい、そうですね、で僕はサーキット、はい、ということなんですけども、はい、まあなんか今回の企画で、はい、お互い使ってるテクニックが違うじゃないですか。違いますね、はい。でもこの2人がどちらが速いのか、はい、決着つけろみたいな企画を用意されたらしいです。はい、まあ僕ダートは経験全然ないんですよ。はい、まあゼロじゃないんですけど、はい、でもほぼ皆無なんですよね。そうですね、はい。今日ここはですね、はい、千葉県のオートランド千葉。はい、はい、私初めてです。あ、そうですか。井口初めてだよね。もちろんです。もちろんですよね、はい。お互い初めてのフィールド。はい、初めて、はい。ここで、なんかダートで勝負しろと。はい。はい、まあということで、はい、じゃあ一つ胸を借りながら、一つよろしくお願いします。いやいや、はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、今回、はい、使う車両が。来ましたね。ロードスターですね。ロードスターですね。はい。さあ、こちらのロードスターですけども、はい、まあパッと見て思うのはタイヤとロールバーとバケットぐらいかなと、はいね、はい、改造ポイントが、はい、あとブレーキパッド、はい、まあエンドレスさんのパッドが入ってて、はい、アドバンのタイヤ、ね、はい、これは何用タイヤっていうんですか。これね、ダートラーによく使うんですよ。ラリーだとよっぽど雨降ってる時以外はこのタイヤ使わないんですけど。ラリーとダートどう違うんですか。ラリーの方がどっちかというと車速がもっと高いので、はい、こういうタイヤだとね、横が滑っていっちゃうんですよね、はいはい、でこれはどっちかというと立ってブレーキ加速ブレーキっていうそういうに使うタイヤなんで。これって、はい、よくわかんないんですけど減るんですか。減ります。多分後ろはどんどん減っていくと思いますよこれ。僕から走りたいと思います、はい。他にはですね、まあうん、まあバケットシートですね、ちょっと見てみますか。いろいろと競技車両な感じで、あれですね、全部剥がしてあって、うん、そうですね、軽そうは軽そうですね。 軽いでしょこれだろうね、はい、はい、でまあしっかりロールバーが入ってるんで、はい、何かあった時でも大丈夫と。はい、はい、あとはですね、一個心配なことがあるんですよ、はい、これしかないんで車が、はい、壊さないようにね。そうなんですよ。そうですね、今日のロケが無事終わりますようにということが、はい、わかります。はい、はい、でもなんか十分楽しめそうな ね、そうですよね。ちょっとテストするぐらいでいいかなと。こういうの、ダートラ、はいはいはい、これダートラって言うんですよね、はいはいはい、ダートラとラリーって何か違うんですか。ラリーは一般コードなんですよ。あ、一般、あ、なるほどね、これはクローズド、これはクローズド、ね、あ、なるほど。ここは左行って、ここなんかもう絶対濡れてるから、硬、はい、いとこに行った方がいいです、ね。わだちね。わだちにね。なるほどなるほど。あ、常にこれね。そう、赤土だから難しいですよね。ああ。ここなんかもう波打ってるから多分車がボーンボーンって、そうですね、結構なるから。僕はあの変な壁にぶつからないか心配なんですけど。俺もそうですよ。まあこれはどっち通ってもいい。こことかも手前で止めていかないと怖い。そうそうそう、絶対外行っちゃうね。怒っちゃうからね。そうですよね。おこういうの走ったことないから、ちょっとワクワクしてます、はい、ちょっと。ただ気をつけないと。面白いがね、面白いと思いますよ。気をつけないと危ない。すぐひっくり返しちゃうからね。あーコースアウトがないので、あーセーフティーゾーンがないからね、そのまま土手に乗るところにすごく簡単にコテってこけるので、なるほど。そこだけ気をつけてもらう。って言いながら私も危ないですけど。こっからね、右行って。ね、これちょっとうちジムカーナっぽい感じの。そうそうそう。ここら辺もどういう風にやろうとかもイメージが湧いてるんですか。いや、これサイドブレーキ効かないと曲がらないですよ、これね。サイドブレーキ効くんだろうか。ねえ、俺もわかんないよ、これ。でも谷口選手なんかドリフトやってるからサイド結構効くでしょ、ここに。まあそうですね。ねえ。サイド使ったりすること、横向けたりすることには何の抵抗もないですね。それが普通のレーシングドライバーと全然違うところですよね。そうですね。
ただまあ、フォーミュラーのテスト絶対しないから、ね、でも本当にこのダートでのコツみたいなことは分かんないじゃないですか。あ、それはね、はい、ちょっとぐらいアドバイスなんかくださいよ今日のこの勝負。はい、そうですね、さっき言ったみたいに輪立ちの硬いところ、路面硬いところを走った方が速いというのと、うん、あと輪立ちはこれリア駆動なのでリアタイヤは絶対輪立ちの中に入れる、フロントタイヤはそれより中でもいいんです。だ常に硬いところに後ろタイヤは乗せとかないとダメかなと。例えば今ここよりは、はい、そうこれですよね。そこですね。ですよね、はい、あんなちょっと茶色っぽい水含んでそうなところっていうのは、ふかふかしたところは絶対入っちゃダメです。ダメ、はい、ああなるほど。まあ、結構バウンドもするから荷重向けしますよね。そうだから常にここにフロントタイヤだけでここに行こうとすると、はい、結構曲がんなかったりして急にスパーンって逃げたりするので、はい、ちょっと滑らせてる方が早いです。スリップアングルをちょっと取ってた方がタイヤでここに引っかいてる方が早いので、このメイングリップじゃなくてね。なるほど、はい、滑らせてた方が早い。早いです。なるほどなるほど、はい、さあじゃあ今日の勝負なんですけども、はい、なんとなくあっちの方に帰ってきてこうガーンっていったらすぐゴールなんですね。そうですね、はいはい。で先ほどちょっと聞いたルールによりますと、はい、3本ずつ、はい、走って、はい、まあ、ベストタイムで優劣を決めるというふうに伺いました、もうある程度もうだいぶできてるんですか、イメージが。全然できてないよ。さっき一緒に回ったのが初めてですからね。とりあえず僕は不慣れなんで安全第一でいきたいと思います。はい、私もそう思います。嘘ばっかり。ねえ、俺初めてこれユーノス乗るんだけど、どんな車だか全然わかんないですけどね。でもなんか楽しいですよね、こういうのも。一番ね、多分ね、初心者の人が楽しむのは一番こういう車でダートとか走るのが一番多分壊れないしいいかなという気がしますけどね。これがだってインプレッサとかだと、インプレッサランサーだともう最初の1コーナーまで120キロくらいちゃうんで、多分いい加減危ないですよね。コドライバーいませんけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。一応覚えてます、なんとなく。全く音がしなくなったら助けに行くんで。